皆さんこんにちは、岡田勝也です。昨日、ようやく、本会議において、社会保障税一体改革関連8法案が採決に付され、可決しました。その前、午前中には委員会、特別委員会での締めくくり総括審議を行って、そしてまず委員会で8法案が可決されたわけです。委員会、審議だけで100時間を超える極めて長い審議でしたが、そこにすべて参加をさせていただいて答弁をしてきました。中にはこれはと思う、そういう意識があったことも事実ですが、しかし多くの質疑者は、非常にいいご指摘をいただき、いい議論ができたというふうに思っています。そういった100時間を超える審議の中で論点が次第に明らかになり、そしてその論点について自民党、公明党、そして民主党3党間で協議を行って合意ができたと。そして今回のこの特別委員会本会議での採決可決になったということです。もちろん本会議においてはメディアも報じておりますように、残念ながら我が党の中で反対者がかなりの数出ました。非常に残念なことだと思っています。しかし国会全体の中では圧倒的多数でこの8法案が可決、そして参議院に送られることになったわけです。全体の道のりからすると、私は衆議院で可決されたことで道半ばを超えたというふうに思いますが、しかし参議院はより我が党は少数ですから、厳しい審議が予想されています。気を抜くことなく、しっかりと、そして誠実に答弁していきたいというふうに考えています。今回、これだけの合意がなったことは、私は非常に歴史的なことだと思います。そもそも消費税を上げるということに関して言えば、最初の時の竹下内閣、そして2回目の村山内閣で決定し、橋本内閣で実施をしたということですが、いずれも政権はそのことによって、そのことのみというつもりはありませんが、そのことによって、かなりの深手の傷を負って、やがて、やめざるを得なかったということです。そういうことから見ると、今回与野党の厳しい対立を乗り越えて3党が合意して、そして少なくとも衆議院で圧倒的多数で可決されたということは、私は日本の議会史にとっても歴史的なことだというふうに思います。こうなった最大の理由は、もちろん野田総理のリーダーシップもありますが、私はやはり野党の皆さん、自民党公明党の皆さんが最終的に協力していただいたということだと思います。その背景として、自民党からは民主党を採決に追い込んで混乱させることに狙いがあるとか、いろんなことが途中言われました。そういう面もあったかもしれません。しかし私は最も根っこのところにあるのは、やはりこれだけの借金を救ってきた、そのことについて長く政権与党にあった自民党公明党がそのことの責任も自覚されて、そして政治の責任としてこの問題を何とかしなければいけない、財政をしっかり立て直すための第一歩を、そして社会保障制度を持続するための第一歩を記さなければいけない、民主党が与党、そして自民党や公明党が野党だからといってそれは傍観視できないと、そういう思いがやはり根底にあったから合意していただけたというふうに思っています。そういう意味ではやはり政治は捨てたものではなくて、この消費税の引き上げという極めて政治的には重たい宿題を各党が責任を共有し協力しながら乗り越えた、あるいは乗り越えつつあるということは、政治が前に進んでいるということの一つの大きな証だというふうに思っています。他の問題についても一つ一つ各党と協力しながら、しっかり前を向いて進めていきたいと
というふうに思います。道はまだまだ険しいですが、野田政権、前に向いて、しっかり進んでいるということをご報告申し上げておきたいと思います。今日は以上です。